最高な親子は新春ドラマ特別企画として MBS 制作で TBS 系にて2016年1月8日に放送されたスペシャルドラマ。シングルマザーとその娘の20年間にわたる笑いと涙の物語を描く。吉田のリ脚本。主演は藤山直美で中里絵者と共演する。本作は親子の絆をテーマに描いたドラマ。 情報喜劇界を代表する女流コメディアン、藤山直美が主演。中理恵社と初共演した。キャッチコピーは、親子の絆は、1日にしてならず、居酒屋経営者の緑は、一人娘のさゆみを女で一つで育てる。さゆみは成績こそ、学内優秀だったが、卒業後の就職先が見つからず、さゆみは緑に対して、常に、ストレスと八つ当たりをぶつける。 ところがある日、緑がおにぎりを即売しているのを、周一なる男が見て、緑の店に駆けつけた。緑は、かつて大病院の後継ぎ息子である周一と交際したが、身分の違いから、さゆみを見ごもって、自らの意志で姿をくらます。その頃、さゆみは、大学の教授から、ロンドンへの留学を勧められる。しかし学費が高額であることをネックに、それを母、 緑に切り出せないでいたが、さゆみの恋人である淳平はそれを知り、おにぎりのチェーン化を目指そうとする男を頼って、A.B. 藤山直美、中理恵社が初共演作集、最強の女に続く、女ドラマ、スポーツ放置。オリジナルの2015年11月8日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 1 1 0 8 2 2 0 1 0 1 h t t p w w w h o t c o j p e n t e r t a i n m e n t 2 0 1 5 1 1 0 3 a t 1 t 5 1 4 3 h t m l 2 0 1 6年1月10日閲覧。ワイド視聴室最高の親子。ありがとうございます。